えー、5年以上前から精神的な問題で家に引きこもりがちです、えー、どうにかしたいと思いカウンセラーや精神科に通うもそこに通うこと自体が精神的に負担になってしまいすぐに通うのをやめてしまいます現状をどうにかしないとと思うのですがどうすればいいのか分かりませんと精神的な問題で引きこもりがちだとうーん 通院をするんだけども通院自体が負担になってしまってまた引きこもっちゃうということですねだから通院するのも今では厳しいということなのかだからまああの通院を3ヶ月に1回しつつオンライン診療とかを併用するとかがいいんじゃないかなと思いますねうんまあ引きこもりは結構きついですよねきついんで なかなか外出できないっていうのは分かるんですけどまあそこからスタートなのかなとは思いますねあとは医療以外にもねなんかこうあのー、いろいろなものがあるんでまあ少しずつ誰かとつながるのがいいんじゃないかなと思いますけどねうんまああの YouTube とかねこうやって見てもらうのも一つのつながりかなと思いますのでまあ,あの毎週やってますから来てください では以上でこの動画があります。えー、もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、えー、グッドボタン、チャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。